おはようございます。一宮キリスト教研究所のアグロストームです。今朝もご一緒に聖書を学んでまいりましょう。えすでに案内しておりますように、10月23日24日に Zoom にて開催される キリスト教シオニズムの地球規模での変貌に関する国際会議に向けて準備しています。この会議は4つのセッションからなっており、私は第2セッションの非西洋世界、今回は特にインドとアフリカにおけるキリスト教シオニズムの神学的批評、 の講演に対するコメントを依頼されています。この準備をも兼ねて、ディスペンセーション主義、キリスト教、シオニズム病、その治療のための処方箋シリーズを礼拝に挿入させていただいています。先週と同様、今週も下記の聖書の箇所を読みましょう。 ご一緒にお読みしましまょう旧約聖書アモス書です21節から「私はあなた方の祭りを憎み退けるあなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくないたとえあなた方が全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を私に捧げても私はこれらを受け入れない。 超えた家畜の交わりの生贄を捧げても私は目を留めない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。あなた方のことの音を私は聞きたくない。恒星を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよう。 キリスト教シオニズムの地球規模での変貌に関する国際会議に向けてのコメント準備の中で「私の心に居来している聖句と思いは」は先週も紹介しました米国の宗教社会学者ピーター・バーガー長聖会の騒音の中にあるメッセージです。彼は、 いわゆるリバイバルがいかに社会正義を無視した単なるお祭り騒ぎとなっているのではないかという問いかけです。そしてこの10年間私の身近で見聞きしてきたディスペンセーション主義キリスト教シオニズムのさまざまな運動や教えの日本のキリスト教会や諸種の聖書学校 選挙団体等に浸透してきたものの中に、社会正義に対する盲目が内包されており、その盲目の背後に誤った福音理解への系統があるのではないかと懸念しているのです。私はディスペンセーション主義、キリスト教シオニズム病と題しました。それは私の知人、 友人、同盟者たちの中に、この運動や教えに共鳴している人たちが結構多いからです。ある人たちはこの運動や教えを異端的と断罪しいわば不知の病として扱っています。しかし私はこれらの誤った運動や教えの 影響下にある知人、友人、同僚者たちの健全な福音理解に向けての治療と健全化に望みを置いているのです。それで彼らのうちの幾人かなりとも治療し、誤った福音理解への傾向から解放し、社会正義に対する盲目を癒したいのです。 私の言う誤った福音理解とは旧新約聖書をイスラエル民族を軸に解釈するディスペンセーション主義の誤った聖書解釈であり社会正義に対する盲目とは誤った聖書解釈にあおられてイスラエル政府のアパルトヘイト的政策や占領地への入植地政策を支持する キリスト教シオニズムの運動の誤った倫理的実践についてです。私はこの問題を2年前、福音主義神学会の中部部会講演で扱わせていただいています。以下礼拝における講義、また講演のスタイルとはなりますが、アセッチョ、福音主義イスラエル論、 パート2ディスペンセーション主義の教えとキリスト教シオニズムの実践に関する分析と評価アマゾン書店キンドル本の論考を紹介させていただきたいと思います。上としてシカゴ・コールの「いつの時代でも聖霊は教会に対し」。 聖書による神の啓示に忠実であるかどうかの精査を命じられるを掲げさせていただきました。2019年現在の報道ですけれども、昨今の報道では、米国のトランプ大統領を支持する米国の福音派教会という内容があり、しかもそれらの教会の一部は エルサレムの回復がキリストの再臨を早めるという信仰に立つと言われています。これまでの日米のキリスト教会の関係と今後の影響力を考える時福音主義の正しい終末の理解に立脚しこの運動と教えをできるだけ客観的に分析評価していくことは不可欠なことではないだろうか。 という趣旨で日本福音主義神学会中部部会と東海神学塾の共催の講演会の奉仕を依頼されました。これに対して私はこの教えと運動が聖書の啓示に忠実であるのかどうかを精査するため先の論文「福音主義イスラエル論パート1」 神学的社会学的視点からの一考察を基盤とし下記の2つの講演をもって答えさせていただきましたその際いつも神学校で教えています通り福音理解の分析においては土台建物屋根という類比キリスト教シオノニズムの分析においては外縁内縁中心というイラスト また評価においては先の論文で提示しました福音主義神学の座標軸を図示し活用させていただきましたスライドの右上にこの図を掲げておりますのでそれを眺めつつ学んでまいりましょう第一部としてキリスト教シオニズムの 実践の基盤となっているディスペンセーション主義の教えが聖書による神の啓示に忠実であるのかどうかを精査いたしましょう第一に土台としてのディスペンセーション主義者と人たちの聖書解釈法を対象させていただきます聖書館と聖書解釈法は福音理解において 土台の部分を構成しています。さて、ディスペンセーション主義の聖書解釈法とは何でしょうかそれは1800年代初期から中期の英国においてジョン・ネルソン・ダービーとプリマス・ブレザレン運動のもとに出現した新規な聖書解釈法です。それは リベラリズムとの闘争という時代状況の中で霊感された書物としての聖書館が危機に瀕した時にその防御のたために起こった戦いでありましたしかしそれはもう一つの極端に触れた振り子のごとく極端な自義主義を正規させ極端な聖書解釈をもたらしました。え確かに 旧約聖書はイスラエルの未来における救いを見ています。しかし、新約の人たちはそれをどのように見たのでしょうか。新約の人たちは、それらの予言が、教会において霊的に成就されたと、キリストの人格と見技を軸に再解釈しています。ジョージ・イラッドは、旧約聖書の 予言に関し霊的解釈を採用しなければならない旧約聖書において辞儀通りのイスラエルに言及されている約束がを新約聖書が霊的教会に適用していることが分かっているからであるとローマ9章から11章から明確に立証しています旧約聖書の 解釈方法の決定権は他の誰にでもなく内住の御霊により掲示されそのすべての真理に導かれそれを委任された新約の人たちにあるのです。第2に建物としてのディスペンセーション主義者と人たちの境界論を対象させていただきます。 福音理解はキリストの人格と宮沢を軸に再解釈された旧約聖書を土台にして建て上げられた建物のようです。そこにおいて旧約はどのように再解釈されているのでしょうか。イスラエルはどのように解釈されているのでしょうか。それは福音理解の基本的な在り方を決定づける要素です。 この時ディスペンセーション主義では、旧約と新約を並列的に独立させた上で、旧約の影を基軸として新約を再解釈します。その結果生じるディスペンセーション主義の最も主要な競技は、神の二つの計画と神の二つの民が存在するというものです。 これに対し新約の人たちは神の主導権に基づくエルサレムユダヤサマリアコルネリウス等の上に注がれた聖霊と神の証人としての賜物の授与を通し旧約の影という隔ての壁を粉砕する聖霊の刑事的出来事を目撃し神の一つの計画と 一つの民のみが存在するという旧約とイスラエルに関する再解釈つまり新しい理解に導かれていきましたそれはいわば旧約聖書解釈におけるコペルニクス的展開といえる出来事でありましたそれは旧約の象徴余計 預言等に掲示されていた召しあたる神の御子の受肉食材の見業、復活昇天神の右の座への着座精霊の注ぎという事態を受け旧約聖書をイエス・キリストを明かしするものとする新しい理解です。 そして、それらの神の御霊による刑事的出来事は、旧約を神の刑事の連続性、前進性、有機的一体性の視点から再解釈した一時処分書を生み出し、後には新約聖書として結集させていったのです。では、神の民をどう定義するのでしょうか。 極端な時義的解釈では外形的な民族としてのイスラエル性という旧約の影を軸として新約を再解釈するのに対しエストたちはイエス・キリストにある実態を軸として旧約を再解釈しイスラエルに内在する霊的本質的イスラエル性 信仰的内実性ののみを神の民定義の根拠においた新約書書を書き記しましまたすなわち「信約で「神の民」という概念はイスラエルの歴史と「信約の教会」を貫く「神の救済」の歴史の文脈から民族主義を払拭し普遍主義的に捉えています。 受肉以前のイスラエルの歴史を貫く救済の歴史の中であらかじめ準備されていた神の民としての教会が救い主の到来において歴史の中にその究極的な形態を見出したのです。したがって教会は受肉から再臨までのいわば挿入であるとする解釈を誤っています。 神の民を定義する権威は、このような形で新約の人たちに委ねられたのです。第三に、屋根としてのディスペンセーション主義者と、人たちの終末論を対象します。終末論のない福音理解は、屋根のない家のようであると言われます。 ディスペンセーション主義の終末論は、旧約の影を軸とする時義的解釈の結実として、教会時代を民族的イスラエル中心の神の歴史のドラマの幕合、つまり一時的挿入として捉えます。1、旧約は民族的イスラエルの聖水史とその未来予言である。2、 旧約予言の成就として、まず本番としての千年王国開始を告げる観難期が据えられている。そのタイミングで地上再臨、千年王国の直前に前座脇役としての役割を終えた教会は、キリストの空中再臨時に警挙され、歴史の舞台から取り去られる。3 その後に救済死の主役としての民族的イスラエルが救済死の主役として再登場し救約の予言が辞儀通り成就し再びイスラエル民族の栄光がもたらされるという構成で理解されています。これに対し人たちは1普遍的神の国の準備として 旧約時代の真の信仰者である例のイスラエル。2、キリストの人格と御業中心のドラマにおける普遍的神の国の到来とその現在と現在性としての教会時代。3、キリストの再臨と千年を国、新天神地における普遍的神の国の未来性という形で 構成で理解していますえつまりユダヤ民族聖水士とその最高という旧約の影に引きずられるディスペンセーション主義の構造とそれらの影を払拭したキリストの人格と宮里その栄光という新約の光にけん引される人たちの理解という 影と光のの対照的構造が明白なのです。第2部としてえさてディスペンセーション主義の教えを精査しましたのでキリスト教シオニズムの実践が聖書による神の啓示に忠実であるのかどうかを精査してまいりましょう。 第ダに、外縁としてのキリスト教、シオニストと人徒たちの土地回復の教えを対象します。まずイラストの説明をさせていただきます。ユダヤ教シオニズムのビジョンは三重の円で表現されます。外側の円は土地、内側の円はエルサレム、円の中心は神殿を表します。 一般にシオニズムはユダヤ人の故郷への帰還とイスラエルの国におけるユダヤ人の主権回復のための国民運動またキリスト教シオニズムはシオニズムに対するクリスチャンたちの支持と定義されます土地に関しましては聖書の文字通りの解釈と 未来主義的な解釈に基づきユダヤ人に関する旧約聖書の予言が成就しているとする傾向が強くあります。つまりアブラハムに対する約束私はこの地を与えるエジプトの川ナイル川からあのタイガーユーフラテス川までという創世紀15節8節の言葉は 神が約束された言葉としてユダヤ人に無条件に適用されます。領土問題はそのような聖書を理解に基づき現在の占領地、入植地、西岸、ゴラン高原、ガザ地区を含む形で解決されるべきと考えます。しかし、新約の人たちは透明な光がプリズムに当たることによって 七つのカラフル,カラフルな色に分色されるように旧約の啓示はキリストの人格の人格と御業の出現と成就によって旧約の土地の約束を世界の相続に地球の一部分ではなく非造物世界全体土地への帰還ではなく かつしし再創造された新しい被造物世界へといわばキリストにあって昇華された解釈を提示しています故に新約のキリスト者は「旧約の影」という奴隷の首引きを負わされた解釈をしてはならないのです私たちがキリストにあって旧約聖書を信じるありようとは 新約の人たちのキリストにあって、旧約聖書を消化して解釈する原則に従って、旧約を再解釈することです。キリストにあっては、ユダヤ人もギリシャ人もないとあります。ガラティア三章二十八。ゆえに、今日、イスラエル人もパレスチナ人も分け隔てされることはあってはならないのです。 第内縁としてのキリスト教シオニストと人たちのエルサレム回復の教えを対象しますユダヤ教シオニズムでは「神殿の丘を支配する者はエルサレムを支配する」「エルサレムを支配する者はイスラエルの地を支配すると教えます」「またエルサレムは永遠に排他的な ユダヤ人の使徒であると考えますキリスト教シオニストはその理解者であり支援者ですただ誤った聖職解釈に基づくこのような支援が平和をもたらすべき使命を帯びているはずの神の子であるべきキリスト者が平和を意味する都エルサレムを軸にパレスナ和平を脅かし 破壊する力となっているという悲劇を今日起こしているのです。ディスペンセーション主義の誤った教えやキリスト教シオニズムの誤った実践に影響されている日本の諸教会においてはこのような部分を知らされることなくパレスチナ和平を脅かし破壊する力となるといういわば 共犯者に仕立ててられいいるるという側面があるのですではイエスの人たちはどうであったでしょうか彼らは世界のあがないの技の焦点はエルサレムではないイスラエルのための国の最高はいつなのかへのイエスの回答のありようそして人たちは地上の エルサレムについてではなく天のエルサレムに言及しています地上のエルサレムに対する固執また支援は新約の人たちの倫理的実践の原則にかなうものなのでしょうか世界人権宣言に基るそれらの行為はパレスチナ和平中東の平和を危険に晒し続けています さらには中東のさまざまな地域に2,000年間存在してきたキリスト教共同体とその宣教への不信感を助長しそれらに対する迫害また崩壊に追い込む力としても作用し続けています。これらのことへの冷淡無関心は神の御胸にかなうことなのでしょうか。 私たちのうちに内住されている御霊は今日の状況を悲しみそのように問いかけられているように思います。えだいさんに中心としてのキリスト教シオニズムと人たちの神殿回復の教えを対象したいと思います。キリスストト教シオニストは、 ユダヤ教の宗教的課題、機関と国家設立の最大の目的は、神殿の建設にあることに同意しています。すなわち、1948年に土地が回復され、エルサレムの旧市街が1967年に占領され、現在は神殿の再建が待望されているのです。 故にキリスト教チオニストのビジョンはこれら3つ全てが排他的にユダヤ人の支配下に置かれることそしてそれらのさらなる拡大を目指しているのですこれに対して人たちは神殿をキリストの食材の宮業の実例移し影と見ていますヘブル書によれば犠牲の制度は今や無効とされています キリスト者が聖霊の宮であり、神の御霊の神殿です。黙示録は神は神殿を必要とせず、民と共に住まわれ、ご自身が神殿そのものであると言われています。キリスト教シオニストの再建の指示は、旧約の影を軸とする自義的解釈から生じています。 しかしヘブル書を見ると今日のキリスト者に影への回帰は禁じられており犠牲の制度等を支持する教えや運動は廃墟の印となる危険すらあるのです。東西ヨーロッパとロシアにおける熾烈極まる迫害特にナチス・ドイツ化での苦難の結果 出ヨーロッパが起こりユダヤ人難民はパレスチナに殺到することとなりましたこの出来事はこのように語られますある人が道を歩いていましたところが急にその道すがらの建物で火災が起こり火事だと叫びつつ窓から人が飛び降りてきましたそして道を歩いている その人のの上に落ち、その人を大が何ということをするんだと抗議をすると「私はやけ死にそうになっていたんだ文句あるか?」と暴力を加えましたその人が「何をするんだやめろ」とさらに抗議するとさらにさらに暴力を加え続け何の罪もない通行人は瀕死の状態にされてしまった。 というのですヨーロッパにおける犯罪的出来事とは無関係なパレスチナ人たちは2,000年間住み慣れてきた国土の約半分を奪われたのみならず国連により割り当てられた残りの半分も占領と入植によって食い尽くされそうになっているのです。そなに パレスナ人の自決権を認めず占領下での入植を政策を取り続けているイスラエルを支援する政界や捧げ物や歌の騒ぎなどに盛り上がっている教会の諸集会を神様はどのように見ておられるでしょうか。私は身近に10年くらい、 このような日本におけるキリスト教・シオニズムの動向に心を痛めてまいりました。これらのことは、今回の世界会議を通して、イスラエル政府やキリスト教・シオニズム諸団体のグローバルな取り組みの一端であるということを知りました。世界各地でそのようなことが、今日起こっているのです。私たちはキリスト教の名を冠した小運動、 諸活動の背後ににあある事柄に無知であってはならなららいと教えしましたこのような影響下で私は日本にある諸教会小清小学校宣教団体等はイエス・キリストの人格と御業を軸とした健全な福音理解からイスラエルを軸とした誤った福音理解への 変質過程のの中に置かかれてていいいるのではないかと懸念しています私はこの福音理解の変質こそが問題の根源であり中心であることそして日本のひいては世界のキリスト教会はこの福音理解の変質に警戒を怠ってはならないことまた健全な聖書解釈への処方箋を提示し 真剣に治療に取り組まなければならないこと。これが大切であると思います。私たちキリスト教会は中東和平の中東パレスチナの平和共存の破壊者、妨害者であってはならないのです。それは神の御心を損ねる行為です。私たちは今日私たちの教会が立っている立ち位置を グローバルな視点から見つめ直しつつ進む時であると思いますクリスチャンはディスペンセーション主義の誤った教えとキリスト教シオニの誤った実践の要素を否認することによってヤコブとエソーというイサクの子供たちのようなユダヤ人とパレスチナ人の生徒圏に対する戦いをやめさせ その祝福の共有を開始するように助けるという形でイスラエルとパレスの地に公正を水のように義を絶えず流れる谷川のように流れさせる方向性をもって正解や酒物や歌の騒ぎや事のよを捧げるべきなのではないでしょうか。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ あなた方のことの音を私は聞きたくない。「恒星を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよ」。このアモスの言葉が日本の、そして世界のキリスト教会の中に、 聖書学校の中に、宣教団体の中に、メッセージの中に、講義の中に、祈り,の祈り会の中に鳴り響くように祈ってまいりましょう。それではお祈りしましょう。